安さんのオペを当てるコツありますか戦士上げる。あと、置き方大事やね。置き方。真ん中に置くんじゃなくて、やっぱ出てくる方がぎ壁ギリギリに置いた方がいい。で、それでフリックで当てる。もう絶対飛び出してくるって分かっ,ったら、もう端置きでいいけど。真ん中は置いちゃダメ。置き方教えてるの訓練場で置き方教えるの難しくないそれ配線しよう。関係なし。関係なし。フリック当たらんし。えぇ、ー、!1 回にしたがいいね。フリック回数を。 で、例えば、ここ、こいつがさ、飛び出してくるとするじゃん。でさ、飛び出し前提でさ、ここぐらいに置くとさ、もう100%、あ、ラッシュです。あ、もうフラッシュ来ました。ラッシュです。ってなったらここでもいいけど、いるかわからんときにこうやって置いてないと、ここで置いてると、こっち肩ショルダーピークしてくるやついるじゃん。上手い人って、こうやって。それに反応して、こう打っちゃうのよ。右フリック。これ。これもったいない。 で、こ、これやるんだったら、ここギリ,ギリ置いといて、あの、ショルダーピークしてきたら普通に打っていいし、飛び出してきたら、フリックでいいじゃん。そういうこと。絶対にもう飛び出してくるんやったら、ここでオッケーなんか、はい、ここにフラッシュきましたーとかやったら、ここに置いて、1秒ぐらい待って、ドンだったらワンチャン当たったりする。これね、これ結構わざップよ。ぎここ置いた方がいい。 でも、ショルダーピー、なんか、だいたい2、3回やってくる人が多いの。1回目はね、打うほ方がいい。赤いの見えて1回目で打,打つと多分ちょうど下がるから、ピッて見えたらもう1回置いといて、ドン。次来たらドン。そうそう,そう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 。おー、なんかうざいの来たからやめます。<laughs> うざいの来たんでやめます。そうなんです。オーバーザップさんはい 本当に、代表しおるやん。うざいのの。うざいのの演技うま。そのフリックがマジでむずいって。だーえ、でもそれ、それ練習しないともったいないよ、オペ持つの。演技だとしたらめっちゃうまいな。うざいのの。名演技。じゃ393の配信バンされてる怒んな。見に行ってねえやん。復帰してから。ちょうど配信被っとるんよね、俺。Q 太郎がやっとるとき、多分。 これでいけたかバンされてないわうわー俺ぐらいやないもう生き残ってるの最後の一人なんじゃない俺ワンちゃん多分でもこれでもういなくなるね俺 <laughs> ごめんみんなバイバイ <laughs> すぐ行くよコメントしたことないってこと <laughs> ?X99 にバンされたことない人はコメントしたことはないだけ <説>友達は基本友達は大体バンした気がするけどな俺友達じゃないどうやら友達ですらない友達全員バンするなその前に <laughs> どうでもいいけど <laughs> そこが大問題や友達おらんやつのやり方や親友の可能性あるああワンチャンあるかもなわやめろ感じの絶対真顔やろ想像できるわ容易に